それでは休憩を解いて再開いたします。日程第4、これより各委員長から審査報告を求めることにいたします。議案第1号から第5号までの5件を一括して議題といたします。総務生活委員長の報告を求めます。11番牧野直樹さん。ご指名をいただきましたので、総務生活委員会に付託されました議案第1号から第5号までについて、審査の結果及び経過についてご報告いたします。当委員会は3月6日、7日及び本日19日に開催し、慎重審査の結果全一致をもちまして、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第1号、塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険法等の改正に伴い、必要な改正をするもので、新たに国民健康保険の財政運営の責任主体となる、県から示された標準保険料率に基づき、国民健康保険の税率等を改めるものなどについて説明を受け、これを了承いたしました。次に、議案第2号、塩尻市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、国家公務員退職手当法の改正に準じて、職員の退職手当の算定に用いる調整率を引き下げるなど、必要な改正をするものとの説明を受け、委員より、市は民間との格差是正ということで、国に準じて改定を行うが、県も同様なのかの、県も同様なのかとの質問に、県には人事委員会が設置され、調査、勧告等を行うため、市とは多少状況が異なるとの答弁があり、また委員より、今回改正することで民間との均衡が取れるのか、との質問に、そのように考えるとの答弁があり、これを了承いたしました。次に、議案第3号、塩尻市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、これまでの一般職の職員の退職手当の改定状況などを考慮し、特別職の職員の退職手当の支給水準を引き下げるため、退職手当の算定に用いる割合を改めることに伴い、必要な改正をするものとの説明があり、委員より、委員より、県内他市との状況はどうかとの質問に、市長においては、今回改定後の本市との同率の市が、10市であるとの答弁があり、これを了承いたしました。次に、議案第4号、塩尻市消防団員等、公務災害保障条例の一部を改正する条例につきましては、非常勤消防団員等に関わる損害保障の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成30年4月1日から施行されることに伴い、非常勤消防団員等に対する損害保障に関わる保障基準額について、扶養親族がある場合における加算額を改めるため、必要な改正をするものとの説明を受け、これを了承いたしました。次に、議案第5号、塩尻市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、後期高齢者医療に関わる重処置特例の適用と、市が保険料を徴収すべき非保険者に関わる要件を改めるものなど、必要な改正をするものとの説明を受け、委員より、県外へ転出し、転出先の身寄りに住所を置いた場合も、本県の後期高齢者医療の非保険者となるのかとの質問に、
県外の施設等へ直接入所する者を対象とするもので、身寄りに住所を移した後に施設等へ入所した場合は、住所取得令は適用されたい、されないとの答弁があり、これを了承しました。以上申し上げまして、総務生活委員会の審査報告といたします。一括して質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。一括して討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第1号から第5号までの5件を一括して採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告のとおり、決することにご異議ありませんか。合議なしと認めます。よって以上5件は原案のとおり可決されました。次に議案第6号から第15号までの10件を一括して議題といたします。福祉教育委員長の報告を求めます。7番、横沢栄一さん。ご指名をいただきましたので、福祉教育委員会に付託されました、議案第6号から第15号につきまして、ご報告をいたします。当委員会は3月8日、9日、19日の3日間にわたり開催し、議案第6号から第15号につきましては、慎重審査の結果、全員一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第6号、塩尻市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例、議案第7号、塩尻市老人福祉センター条例の一部を改正する条例につきましては、緑の里を廃止することに伴い、緑の里に関わる規定を削るものと説明を受け、これを了承しました。議案第8号、塩尻市介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、介護保険法施行令の一部を改正する政令が平成30年4月1日から施行されることに伴い、必要な改正をするものとの説明を受け、これを了承しました。議案第9号、塩尻市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、指定、居宅サービス等の事業の人員設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の交付により、一部改正される指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準が平成30年4月1日から施行されることに伴い、必要な改正をするとの説明がありました。委員より法的整備等について聞いたが、施設側がこれを実施する場合、人的確保の心配はないかとの質問に対し、介護医療院のように転換するものについては心配ないと考える。新規参入の施設については、基準に見合った職員を雇うことになるので、人員の確保は重要になってくる。外国人の労働者を当てることを選択肢として広く考えるとのところまで来ているという施設もあるとの答弁を受け、これを了承いたしました。議案第10号、塩尻市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、一部改正される指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定、
地域密着型介護予防サービスに関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が平成30年4月1日から施行されることに伴い、必要な改正をするものとの説明を受けました。委員より身体的拘束などの適正化など委員会を設けて研修会等を行うこととされているが、市としてはこの会議に関わっていく等はあるかとの質問に、地域密着型のサービスについては以前は外部評価の組織で評価されたが、現在は運営推進会議を設けて地域役員や民生児童委員等の地域の方で会議を行うが、行政も参加して評価や指導をしているとの答弁を受け、これを了承しました。議案第11号塩尻市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び塩尻市保育所等の利用調整会議条例の一部を改正する条例につきましては、一部改正される就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に関する法律が平成30年4月1日に施行されることに伴い、必要な改正をするものとの説明を受けました。委員より認定こども園の認可について都道府県から権限移譲されるということだが、本市もその該当となるかとの質問に、移譲されるのは指定都市の二重市であり、本市においては該当にならないとの答弁を受けて、これを了承しました。議案第12号塩尻市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、一部改正される指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する法律が平成30年4月1日から施行されることに伴い、必要な改正をするものとの説明を受けました。委員より、具体的に今までと変わることは何かとの質問に、今まで医師等と情報等を密にして連携を行ってきたものと変わりはないが、機能変、強化としてしなければならないとなったものであり、より一層医療介護の連携を図っていくものとして、条例に制定をしたとの答弁を受け、これを了承いたしました。議案第13号塩尻市指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、一部改正される介護保険法が平成30年4月1日に施行されることに伴い、必要な改正をするものとの説明を受け、これを了承しました。議案第14号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄付金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄付金を受け入れる特定非営利活動法人を追加することに伴い、必要な改正をするものとの説明を受け、委員より認定 NPO 法人の一団体とはどこかとの質問に、長野サマライズセンターとの説明を受け、これを了承しました。議案第15号塩尻市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例については、一部改正される介護保険法が平成30年4月1日に施行されることに伴い、新たな条例を制定するとの説明を受けました。委員より、県から事務が
移行されるということであるが、今の体制で対応ができるかとの質問に、事務量については明確ではないが、状況を見ながら長時間の現在の体制で事務を行っていくと答弁があり、これを了承いたしました。一括して質疑を行います。ありませんか？ないので質疑を終わります。一括して討論を行います。ありませんか？ないので討論を終わります。議案第6号から第15号までの10件を一括して採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告のとおり、決することにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって、以上10件は原案のとおり可決されました。次に、議案第16号から第18号までの3件を一括して議題といたします。産業建設委員長の報告を求めます。9番、金子克俊さん。ご指名がございましたので、産業建設委員会に付託されました議案第16号から18号までについてご報告いたします。当委員会は3月12日及び13日に開催し、議案第16号から18号までについては、慎重審査の結果、全一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第16号、塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例については、建築基準法等に関する事務に関わる手数料を見直すことに伴い、必要な改正をするものとの説明があり、委員より手数料を見直しているものと見直していないものがあるが、その区分はどのようにしているのかとの質問に対し、すべての項目について人件費等を積算しているが、1000円以上上がるもの、1万円以上上がるものについては改正の対象となっており、切り捨てしてそこまで上がらないものについては今回の対象となっていないとの答弁があり、これを了承いたしました。議案第17号、塩尻市都市公園条例の一部を改正する条例については、都市公園の敷地面積に対する運動施設の割合の限度を100分の50とするものとの説明を受け、委員より、当面この条例によるような計画はないかとの質問に対し、最近、長者っぱら公園についてはコミュニティセンターを整備したが、その他の公園については今のところ予定はない。お坂田公園については整備する可能性があるが、まだ運動施設率の上限には余裕があるので、100分の50で良いのではないかと考えているとの答弁があり、これを了承いたしました。議案第18号、塩尻市営住宅管理条例の一部を改正する条例については、認知症患者の入居について収入申告が困難と認められる場合に、市が観光庁における書類を閲覧等により該当入居者の収入を把握し、家賃を決定できるもの、できることとするものとの説明があり、委員より、収入申告の提出がない場合は、近傍同種家賃という上限額を適用し、本来の家賃よりも高い家賃になるが、異議を訴える人はないかとの質問に対し、市営住宅の入居者には、毎年7月に収入申告書の提出をお願いしている。提出されなかった方にはその後4回にわたり申告書の提出を促しており、それでも申告書を提出されないことにより上限額の家賃となっているため異議を唱える方はいないとの答弁がありました。また委員より、今回の条例改正により認知症で収入申告の内容が判断できないために、申告できない旨の連絡があれば市が収入等を調査して本来の家賃とするということでよいかとの質問に対し、その通りである。認知症患者等の把握が難しく、本人に自覚症状がないこともあるため、収入申告がなかった方について関係部署と連携を取りながら認知症患者等を把握したいとの答弁があり、これを了承いたしました。以上申し上げまして、産業建設委員会の審査報告といたします。
一括して質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。一括して討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第16号から第18号までの3件を一括して採決いたします。お分かりいたします。委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって以上3件は原案のとおり可決されました。次に議案第19号を議題といたします。総務生活委員長の報告を求めます。11番牧野直樹さん。11番議員。総務生活委員会に付託されました議案第19号について審査の結果及び経過についてご報告いたします。議案第19号財産の無償譲渡については全員一致をもちまして原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第19号につきましては建物の効果的な活用を図り地域の防災力の強化に資するため旧消防積載車の車庫を無償で奈良区に譲渡するものとの説明があり、これを了承いたしました。以上申し上げまして、総務生活委員会の審査報告といたします。質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第19号を採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第19号は原案のとおり可決されました。次に議案第20号から22号までの3件を一括して議題といたします。産業建設委員長の報告を求めます。9番金子克俊さん。産業建設委員会に付託されました議案第20号から第22号について報告いたします。議案第20号から第22号については全一致をもっていずれも議案の通り可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第20号については失礼しました。議案第20号訴えの定義については特定公共賃貸住宅の明け渡し等の訴えの提起をするものとの説明があり、委員より特定公共賃貸住宅の場合は保証人はどうなっているのかとの質問に対し、連帯保証人1名が必要である、連帯保証人まで話をしているがなかなか解決に至らない状況である、また連帯保証人も高齢で収入が少ないこともあり家賃を徴収することも困難な状況にあるとの説明があり、これを了承いたしました。議案第21号損害賠償の額の決定については、お坂田公園内の木が強風により倒れ相手方が所有する門扉等を破損した損害賠償の額を決定するものとの説明があり、委員より総額で67万飛び125円だが門扉や倉庫などの個々の内訳はいくらかとの質問に対し、門扉の材料費が約17万円、倉庫及び車庫屋根の材料費が約7万円、撤去加工取り付け作業で約21万円、諸経費及び消費税で約22万円であるとの答弁があり、これを了承いたしました。議案第22号指導路線の廃止及び認定については、2路線を廃止し新たな22路線を認定するとの説明を受け、委員より桔梗ヶ原西浦1号線の廃止について終点側に民家があるように見えるが廃止しても影響はないかとの質問に対し、指導は廃止するが、その後は区画整理組合の管理となり、当面の間通行できるものと
と承知しているとの答弁があり、これを了承いたしました。以上申し上げまして、産業建設委員会の審査報告といたします。一括して質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。一括して討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第20号から第22号までの3件を一括して採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって以上3件は原案のとおり可決されました。次に議案第23号を議題といたします。総務生活委員長の報告を求めます。11番牧野直樹さん。11番議員。総務生活委員会に付託されました議案第23号についてご報告いたします。議案第23号の当委員会に付託された部分につきましては、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な内容について申し上げます。議案第23号平成30年度塩尻市一般会計予算について歳入歳出の総額を前年度対比10億5000万円 4.0% 増の274億円とするとの説明を受け、委員より総務管理費中紙のタイムマシン活用事業について導入して1年を経過するが、今後ランニングコストに見合うだけの費用対効果を見込めるのかとの質問に、紙の購入費との比較では難しいが、当初は2台で45万円、県は1台で30万円のリース料で導入していることを考慮すると割安と言える。また、事前に再生紙の生産は紙の利用のみならず、ペーパーラボの見学などを通して、子どもへの環境教育や市民の環境意識向上など、多方面での利活用を図ることができるとの答弁がありました。委員より、公有財産売払い事業について、観光庁オークションの平成29年度の実績はどうかとの質問に、一眼レフカメラ、小型ポンプ、インクジェットプリンター等で合計292万円余で落札され、落札価格の 3% を手数料として支払ったとの答弁がありました。委員より企画費中の地域おこし協力隊の経費について国の予算措置はどうなっているかとの質問に、全額が翌年度の特別賞交付税措置となるとの答弁がありました。委員よりオープンイノベーション推進事業について運営マネージメント等業務委託は誰に何をマネージメントするのかとの質問に、現在建設中の松本広域イノベーションプラザ1階のコーワーキングスペースにおいて、地方創生推進課の職員と地域おこし協力隊2名がオープンイノベーションに関わる運営全廃の手法などを取得していくことを目指すものとの答弁がありました。委員より情報開発費中セキュリティ人材育成事業について対象者は誰かとの質問に、大学生や企業のセキュリティ人材育成を行うものなどであるが、講演会については一般市民も対象とするとの答弁がありました。委員より戸籍住民基本台帳費中コンビニ交付に関わる予算について、
マイナンバーカードの取得状況も限定的な状況ではあるが、コンビニ交付は今後利用が増えていくと考えてよいかとの質問に、1月のサービス開始から3月5日までの実績は67件、70枚であった。コンビニ交付は各分野で定着してきているので、今後増加するものと思われるとの答弁がありました。院より、衛生支柱資源リサイクル推進事業において、焼却灰再資源化に関わる処理の状況はどうかとの質問に、現在は埼玉県の一箇所であるが、来年度から三重県伊賀市でも処理を行う。また、焼却灰の処理量は年920トンであるとの答弁があり、これを了承いたしました。以上申し上げ、総務生活委員会の審査報告といたします。質疑を行います。ありませんか。ないので、次に福祉教育委員長の報告を求めます。7番、横沢栄一さん。7番、横沢議員。ご指名をいただきましたので、福祉教育委員会に付託されました議案第23号についてご報告をいたします。議案第23号、平成30年度、塩尻市一般会計予算中等委員会に付託されました部分につきましては、慎重審査の結果、全員一致をもって原案の通り、可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。2巻、総務費中委員より、市民営は、エンパーク建設当時から言われていることであるが、10年、15年など期限を設け、方向性を決める必要があるとの質問に、市民活動団体等にエンパークを使った自主的な事業を展開してもらうなど、新たな市民営の在り方を研究していきたいとの答弁がありました。3巻、民生費中委員から、マイサポの相談件数と生活困窮者の所得並びに自己責任で困窮している人も相談に乗るかとの質問に、1月末で新規116件、継続288件、収入や生活費の相談、就職先の相談が多い、所得の基準は法律上ないが、相談窓口はすべての相談を聞き、問題を整理し、支援可能な関係部署、あるいは関係機関の窓口につないでいくとの答弁がありました。委員から社会福祉協議会の補助金と委託事業の住み分けはとの質問に、社協の地域福祉計画において実施する事業で市と共通する部分は、補助、委託は市が実施主体として行う事業を専門職が多い社協に委託しているとの答弁がありました。天使のゆりかご事業の本年度の見込みと事業効果はとの質問に、本年度は現時点で100人余の申請が見込まれている。事業効果については、単年度で測ることは難しいが、平成17年度から28年度までの申請者517人のうち 51.3% が出生につながっているとの答弁がありました。北部子育て支援センター壁画作成委託料について、制作者への内容、画材や画面の壁面の素材についての質問に、制作者は軽井沢在住の松本作家、絵本作家、福田敏夫明子氏であり、絵は北部支援センター、プレイルーム内の壁に制作し、シンボルになるようにしたい。画材や壁面の素材については、今後打ち合わせをしていくとの答弁がありました。10巻教育費中、委員から予算全体を通して、項目及び金額が昨年度と同様というものが非常に多い。事業部の配分予算の是非の考え方はとの質問に、
事業部配分としたため、現場の判断がしっかり生かされているメリットがある。現場での議論し、若い職員が予算策定に参画することを狙っているとの答弁がありました。委員から、教員住宅の入居率が上がらない理由と、最長何年ぐらい得ているのか、家賃はどのくらいなのかとの質問に、入居率が 64% であり、改修はしているが、老朽化が進んでいるので、民間アパートに住む職員も多い。また、交通網が整備され、自家用車による他市町村からの通勤者もいる。明確には言えないが、最長10年くらいであると。家賃は月額4000円から3万4000円との答弁がありました。院から設計委託料の天井線とプールの委託料の回収について、内訳と金額については、天井線は使用書に、それと天井線は使用書に明確に書けば、実施設計しなくても入札は可能ではとの質問に、プール改修費は210万円、天井線は50万円、天井線は普通教室1室に、2基ずつ設置をし、4校64教室に設置を予定すると、電気配線などの専門的な部分を含むため、実施設計が必要との答弁がありました。委員から、専科教室が、教員が単級の学校に配置されていないが、私費で専任、教員を配置できないか、また専任教員がいなくても教育の平等は保たれるのかとの質問に、県費講師の専任教員が 0.5 人ずつ2校を兼務していることもある。C では現在、ティームティーチング講師等を配置しているので、これ以上は難しい。理科の免許を持つ教員を私費講師に採用するなどの対応等を含め検討したいとの答弁がありました。委員から、市外保育所入所児童委託料の今年度の状況の詳細と里帰り出産を理由とした委託状況と委託の基準の質問に、該当児童は6名であり、松本市、諏訪市、辰野町、下諏訪町に委託をしている。委託理由は事業所内の保育園の通園2名、残りは勤務状況から本市保育園の送迎に支障がある。委託の該当者はいない。まず、該当する保育園に空きがあるかが前提でありまして、委託、受託双方の基準に照らし合わせ、協議を行っているとの答弁がありました。委員から、入所に関する新要件の3歳未満児を家庭で育児をしていることを理由とした申し込みが、の状況はとの質問に、明確な数字は示せれないが、90人前後の該当者がいると思うとの答弁がありました。委員から中村邸の調査委託の内容と、過去に調査はやっているのではとの質問に、奈良井選定40周年を迎えるにあたり、町並み保存の契機となった中村邸の詳細調査を行い、重要文化財の指定を目指すとの答弁がありました。単価フォーラム等で高齢者が壇上に登壇するときが心配でありまして、安全対策のはどうなっているかとの質問に、改造等で対応したいとの答弁があり、これを了承しました。以上を申し上げまして、福祉教育委員会の審査報告といたします。質疑を行います。ありませんか。ないので、次に産業建設委員長の報告を求めます。9番、金子和俊さん、9番議員。
産業建設委員会に付託されました議案第23号平成30年度塩尻市一般会計予算中当委員会に付託された部分については慎重審査の結果全員一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。衛生費について委員より衛生センターの受け入れ料について塩尻市と旭村はどのような割合かとの質問に対し平成28年度実績において全体量が約6637トン塩尻市が6500トンで98%、旭村が137トンで 2% である。ここ 2,3 年は大きな変動はないとの答弁があり、これを了承いたしました。次に労働費について委員よりプロフェッショナル人材就業促進事業補助金が昨年と比べ50万円減となった理由は何かとの質問に対し、今年度150万円の積算根拠は限度額50万円の3社であったが、補助金の見直しにより要項を改正し25万円の4社に変更したが本市独自の補助金であり優位性はあるとの答弁がありました。農林水産業費については委員より原活水対策施設維持管理事業について維持管理費が毎年かかるものはいかがなものか、補助金として一括で払うことも考えたらどうかとの質問に対し、旧国鉄から引き取ったときに行政で責任持ってやっていくと約束した経緯がある、今後地元と一緒に考えていきたいとの答弁がありました。また委員より松食い虫による被害が赤荷山まで来ている、侵食の状況はとの質問に対し、松本市へも被害駆除の要望をしている、このままでは拡大してしまうため標高850メートル以下赤荷山から半径 2.5 キロメートル以内の緩衝帯を推進するとの答弁があり、これを了承いたしました。商工費については委員より基礎漆器振興事業のうち販売拡大事業負担金についてはどのようなものかとの質問に対し、海外への売り込みを目的にしながらまずは国内に来た外国人へ基礎漆器に興味を持っていただくために展示会等への出展支援である受発注支援事業での上乗せ補助をし、より出展しやすい状況を作り出せるように取り組んでいくとの答弁がありました。また委員より高校生起業家育成事業委託料について内容と実績はどうか、また他の自治体でも同様な事業は行っているのかとの質問に対し、市内3校および長野高専の4校に対して起業家の講師を派遣して学年単位でセミナー1時間および学級単位でワークショップ3時間の計4時間のプログラムを実施した、2月4日には企業カンファレンスを対象4校以外の高校生にも対象を広げて、グレイスフル塩尻において2名の企業家による講演および企業家による直接質問できるテーブルトークを開催した。また同様な取り組みは市町村では本市が唯一であると聞いているとの答弁がありました。土木費については委員より本年度歯科大東交差点改良事業の予備設計を行っているが、来年度以降について現時点で説明できる部分があれば聞きたいとの質問に対し、歯科大東交差点改良事業については最重要箇所として事業を進めている、県公安委員会への交差点化協議も済み、変則4サロをできるだけ通常の4サロに近づけたい、早期に地元へ下ろしていきたいと考えているとの答弁がありました。また委員より広岡駅東口駐車場の駐車場料金250円は安いので3年が経過しており料金の見直しをしたらどうかとの質問に対し、今年で平成27年度から29年度と3年間経過したので利用者等の意見を聞くなど平成30年度で使用料の見直しを検討するとの答弁があり、これを了承いたしました。以上を申し上げまして産業建設委員会の審査報告といたします。
質疑を行います。ありませんか。ないので、次に新体育館に関する特別委員長の報告を求めます。18番永田君吉さん。18番永田議員。ご指名をいただきましたので、議案第23号、塩尻市一般会計予算中等特別委員会に付託されました部分について、審査の結果及び経過についてご報告申し上げます。当委員会は3月5日に開催し、慎重審査の結果、全員一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。審査の主な経過について申し上げます。新体育館建設事業2億557万5千円については、用地取得費、CM 業務委託料、工事請負費等が主なものであり、選定委員報酬と費用弁償は、設計施工者選定審査委員会設置に関わるもの、測量調査委託料は敷地の雨水処理等に関わるものとの説明を受け、委員より用地取得費について、単価と面積はどのくらいかとの質問に、単価は平米あたり15,800円、全体敷地面積は23,000平米であるが、平成30年度は8,607平米の取得を予定しているとの答弁がありました。また、委員より選定委員と CM の関係はどうなるのかとの質問に、基本設計者選定時と同様に、執権を有する者等で構成する選定審査委員会を予定している。CM は選定審査委員会には入らず、引き続き発注者支援等を行ってもらうとの答弁がありました。また、委員より工事請負費の内容について質問があり、設計施工一括発注の平成30年度分を計上したものとの答弁を受け、委員より設計業務委託料を工事請負費に計上することは予算上適正なのかと質したのに対し、財政課と協議している上で計上しているとの答弁があり、これを了承いたしました。以上申し上げ、新体育館に関する特別委員会の審査報告といたします。質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第23号を採決いたします。お諮りいたします。各委員長の報告は原案可決であります。各委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第23号は原案のとおり可決されました。次に議案第24号及び第28号を一括して議題といたします。総務生活委員長の報告を求めます。11番牧野直樹さん。11番牧野議員。総務生活委員会に付託されました議案第24号及び議案第28号についてご報告いたします。議案第24号、平成30年度塩尻市国民健康保険事業特別会計予算、議案第28号、平成30年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計予算につきまして、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な経過について申し上げます。議案第24号、平成30年度塩尻市国民健康保険事業特別会計予算につきましては、予算総額を歳入歳出ともに、前年度対比 19.2% 減額の69億
544万円とするものとの説明を受け、委員より歳入の県補助金のうち保険者努力支援制度とはどのような内容かとの質問に、医療費の適正化に向けた取り組みとして特定健診、特定保険指導の実施率、ジェネリック医薬品の費用使用促進の実施状況などを全国的な指標に基づき点数化し、点数に応じた交付金が県を通じて交付されるものとの答弁がありました。委員より保険事業費のうち特定健康診察等事業について29年度は特定健診の自己負担額を下げて受診率向上を図っているが、受診率の状況に効果は現れているかとの質問に、昨年度の4756人に対し、本年度これまでの受診者は4720人である。対象者数が減っているため、受診率は昨年度の 33.3% に対し、34.6% と若干向上しているとの答弁があり、了承いたしました。次に、議案第28号、平成30年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計予算について、予算総額を歳入歳出とも前年度対比 8.2% 増額の7億6922万4000円とするものとの説明を受け、これを了承しました。以上申し上げ、総務生活委員会の審査報告といたします。一括して質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。一括して討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第24号および第28号の2件を一括して採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告のとおり、決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって以上2件は原案のとおり可決されました。次に議案第25号から第27号までの3件を一括して議題といたします。福祉教育委員長の報告を求めます。7番横沢栄一さん、7番議員。福祉教育委員会に付託されました議案第25号から議案第27号までについてご報告をいたします。議案第25号から議案第27号につきましては慎重審査の結果、全員一致をもちまして原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第25号平成30年度塩尻市奨学資金対応事業特別会計予算については、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3110万9000円と定めるもので、委員より滞納者はいるのか、滞納整理はどのように行っているかとの質問に、高校生が1人、大学生が8人、基礎広域連合分が1人の返済が遅れている、滞納整理は引き続き通知、電話、面談等で、接触を図りながら対応していきたいとの答弁があり、これを了承しました。議案第26号、平成30年度、塩尻市介護保険事業特別会計予算について、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億6766万3000円と定めるもので、委員より、認知症初期集中支援チームのメンバーはとの質問に、地域包括支援センターでは兼務であるが、保健師2名、
認知症専門医が2名が交互に対応する。当初はどのような相談や件数があるかわからないので、民生委員にも説明し、必要な人が心配な人がいれば相談をしてほしいと説明をしているとの答弁がありました。委員から文書作成委託料について自己負担はないとのことだが、その件数、料金設定等はとの質問に、新規と継続、在宅と施設や医療機関で単価は違う、新規在宅は5000円、更新の場合は4000円、施設、医療機関での調査は4000円、更新は3000円、予算の件数は医療機関、施設の新規が550件、在宅新規が900件、施設更新250件、在宅更新は1650件で計上しているとの答弁があり、これを了承しました。議案第27号、平成30年度、塩尻市国民健康保険奈良川診療所事業特別会計予算について、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1569万6000円と定めるもので、委員より年々患者数が減少傾向にあるが、今後の奈良川診療所の在り方についての考え方との質問に、平成28年度に患者数が初めて1万人を下回っているが、本年度も減少傾向が続いているが、奈良川地区住民が7割以上を占めている。減少傾向とはいえ、現在9000人を超える利用者があるため、今後指定管理者の経人会と協議をしながら、方向性を考えていきたいとの答弁があり、これを了承しました。以上を申し上げ、福祉教育委員会の審査報告といたします。一括して質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。一括して討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第25号から第27号までの3件を一括して採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告のとおり、決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって以上3件は原案のとおり可決されました。次に議案第29号から第31号までの3件を一括して議題といたします。産業建設委員長の報告を求めます。9番金子克俊さん。9番金子議員。産業建設委員会に付託されました議案第29号から31号までについてご報告いたします。議案第29号から第31号までについては全一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第29号平成30年度塩尻市水道事業会計予算については委員より基幹施設耐震化推進事業の管路整備について平成30年度ですべて完了するのか、また管路の耐震化工事はどのように行うのかとの質問に対し、当面は吉田地区の整備を行う、基幹管路の耐震化率は現在約 40% 程度であり平成37年度以降も継続した整備となる、工事は継手部で離脱や管の破損等で漏水しやすい、塩ビ管等を離脱しにくい耐震性のあるダクタイル柱鉄管や水道用ポリエチレン管に敷設替えを行うとの答弁があり、これを了承いたしました。議案第30号平成30年度塩尻市下水道事業会計予算については委員より
農業集落排水統合事業において技術的な問題はあるか、また最終的にはすべての農集が統合されるのかとの質問に、こそぶ川、奈良井川の河川横断、県道の汚水幹線へのポンプ圧送の点が課題である、また仁江川処理区は地形的に困難であるが残りの処理区は計画的に統合を進めていくとの答弁があり、これを了承いたしました。議案第31号、平成30年度塩尻市農業集落排水事業会計予算については、委員より給与費明細書に記載されている1名分の人件費は1000人なのか計算上なのかとの質問に対し、部内で業務を分担しており、会計上を1名計上しているとの答弁があり、これを了承いたしました。以上を申し上げまして、産業建設委員会の審査報告といたします。一括して質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。一括して討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第29号から第31号までの3件を一括して採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって以上3件は原案のとおり可決されました。次に議案第32号および第40号の2件を一括して議題といたします。総務生活委員長の報告を求めます。11番牧野直樹さん。11番牧野議員。総務生活委員会に付託されました議案第32号、平成29年度塩尻市一般会計補正予算括弧9号および議案第40号、平成29年度塩尻市一般会計補正予算括弧第10号のうち、当委員会に付託されました部分につきましては慎重審査の結果、全員一致を持ちまして原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第32号、平成29年度一般塩尻市一般会計補正予算第9号につきましては、歳入歳出とも3億6435万円を減額し、予算総額を270億5608万2000円とするもので、歳出では退職者の増に伴う退職手当の増額のほか、ふるさと寄付金の増加に伴う寄付謝礼品などを増額するものなど、歳入では市税寄付金などを増額し、市繰入れ金被災などを減額するものなどとの説明があり、委員より歳入の編成使用量について合葬墓の使用量が大幅な増額となっているが、現在の状況はどのように現在の状況はどうかとの質問に、昨年5月からの募集開始後、平成30年2月末時点で共同埋蔵が229件、個別一体用が46件、個別二体用が18件の受付となっているとの答弁があり、これを了承いたしました。次に議案第40号、平成29年度塩尻市一般会計補正予算第10号につきましては、歳入歳出とも1億3783万3000円を増額し、予算総額を271億9391万5000円とするもので、歳出では退職者の増に伴い職員給与費を増額するものであり、歳入では国庫補助金、
基金繰入れ金及び負債を増額するものとの説明があり、委員より退職は何日前までに申し出があれば認めるのかとの質問に対し、10日前までであるとの答弁があり、これを了承いたしました。以上申し上げまして、総務生活委員会の審査報告といたします。質疑を行います。ありませんか。ないので、次に福祉教育委員長の報告を求めます。7番横澤栄一さん。7番横澤議員。福祉教育委員会に付託されました議案第32号と議案第40号についてご報告をいたします。議案第32号と議案第40号につきましては、慎重審査の結果、全員一致をもちまして原案の通り可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第32号、平成29年度塩尻市一般会計補正予算括弧9号中等委員会に付託されました部分について、3巻民生費の社会福祉費の臨時福祉給付金3,104,000円の減額は対象者に申請書を送り、申請のなかった人には再提出を要請したがないので、減額し国へ減額報告をしたため、また障害者福祉サービス事業の4,896,500円の増につきましては、日中活動系のサービスや生活介護および就労継続支援サービスの人数と利用料が増加したためとの説明があり、あとは事業費確定に伴う補正との説明がありました。委員から臨時福祉給付金の減額は額が多いが、当初予算での対象者の把握方法と、また達成できなかったことで市の考えはとの質問に、申請者は要件に当てはまると思われる方全員に送付しており、申請され要件に該当された方にだけ支払った、また申請されてない方には再度通知を送付しているが、それでも申請しない場合は意思がないものと判断したとの答弁があり、これを了承しました。次に議案第40号、平成29年度塩尻市一般会計補正予算括弧第10号中等委員会に付託されました部分につきましては、歳出では総が中央給食調理室の火災に伴う給食費等を増額するもの、医療扶助については緊急高額の医療費のかかる案件が発生したため生活保護扶助費を増額するもの、吉田小学校、塩尻中学校にかかる大規模改修事業を増額するもの、歳入では国庫補助金、基金繰入れ金及び負債を増額するとの説明がありました。吉田小学校及び、塩尻中学校の大規模改修工事については、国の補正予算による交付金の交付決定の内示があり、該当するトイレ改修工事について前倒しとなる補正予算を計上させていただいたもので、吉田小学校トイレ改修は平成29年度が3,247,100円の増額、塩尻中学校のトイレの改修は平成29年度6,258,100円の増額との説明がありました。委員より小中学校大規模改修に関わる補正予算について、議決の順序等に問題がないかとの質問があり、法に反しない
形で議決するよう調整するとの答弁がありました。委員より総合中央保育園の火災対応に対し、工事は予備費で対応か、また調理室の工事は3月中に終わるかとの質問に、工事終了は3月中に予定をしている、備品は工事完了後速やかに納入で、4月4日の入園式、4月5日からの全給食提供可能との答弁があり、これを了承しました。以上を申し上げまして、福祉教育委員会の審査報告といたします。それでは訂正をさせていただきたいと思います。先ほど歳出の中で総合中央給食調理室ということでしたが、これは総合中央保育園に訂正をさせていただきたいと思います。以上でございます。質疑を行います。ありませんか。ないので次に産業建設委員長の報告を求めます。9番金子勝俊さん。9番金子議員。産業建設委員会に付託されました議案第32号についてご報告いたします。議案第32号、平成29年度塩尻市一般会計補正予算括弧第9号について、当委員会に付託された部分については、全一致をもって議案の通り可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。衛生費について、委員より、合併処理浄化槽の今年度の設置実績はどうかとの質問に対し、今年度はゼロ期であるとの答弁がありました。労働費について、委員より、雇用創造協議会について事業費を減額補正した理由は何かとの質問に対し、市を経由せずに国から直接協議会にした支払われ必要としなくなったためとの答弁がありました。農林水産業費については委員より森林再生林業振興事業の森林整備補助金の詳細な変更内容は何かとの質問に対し、この補助金は森林組合等の林業事業体が国、県の各種補助金を受け、事業を行った場合に、市も合わせてかさ上げ補助を行うことにより、森林所有者の負担を減らし、森林整備が促進されることを目的としている。変更内容は当初、海抜による森林整備を行う予定だったが、整備地が雨氷被害を受けたことにより、事業内容を海抜地ごしらえ、植栽としたことから、市のかさ上げ補助金も増額となったとの答弁がありました。土木費について、委員より、除雪協力助成金を280万円、補正増としたことは平成30年度予算も不足ということになるが、制度は変わったのかとの質問に対し、制度は変わらないが昨年度並みの実績額を確保したとの答弁があり、これを了承いたしました。以上申し上げ、産業建設委員会の審査報告といたします。質疑を行います。ありませんか。ないので次に新体育館に関する特別委員長の報告を求めます。18番永田君吉さん。18番永田議員。
ご指名をいただきましたので、議案第32号平成29年度塩尻市一般会計補正予算第9号中等特別委員会に付託されました部分について審査の結果及び経過についてご報告申し上げます。当委員会は3月5日に開催し、慎重審査の結果、全員一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。新体育館建設事業971万7千円の減額については、それぞれ事業費確定によるものとの説明を受け、これを了承いたしました。以上を申し上げ、新体育館に関する特別委員会の審査報告といたします。一括して質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。一括して討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。区分は採決は区分して行います。議案第32号を採決いたします。お諮りいたします。各委員長の報告は原案可決であります。各委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第32号は原案のとおり可決されました。次に議案第40号を採決いたします。お諮りいたします。各委員長の報告は原案可決であります。各委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、議案第40号は、原案のとおり、可決されました。